鶴巻真希のわかりみサイエンス。すごいね、チャット GPT シリーズ。その1は、チャット GPT が Python のプログラムの自動生成を行えることを紹介しました。その2は、Python のプログラムを R のプログラムに翻訳することを試みました。今までの動画も見てね。今回は、チャット GPT に簡単な命令で、Python と R で、きれいな標準正規分布のグラフが書ける、自動プログラミングを紹介するわね。チャット GTP を起動しましょう。まずは、Python です。チャット GPT に、正規分布の図をインパクトある、きれいな出力ができる、Python プログラムを作って、と命令しました。たったこれだけの命令です。これが自動発生された、標準正規分布のグラフが書ける Python プログラムです。自動発生された Python のプログラムを Jupyter ノートブックで実行。きれいな標準正規分布のグラフが書けました。何も命令していないのに、タイトルや X と Y 軸のラベルも書いてあります。次は R です。チャット GPT に正規分布の図をインパクトある、きれいな出力ができる R プログラムを作って、と命令しました。これが自動発生された標準正規分布のグラフが書ける R プログラムです。自動発生された R のプログラムを R のコンソールで実行。きれいな標準正規分布のグラフが書けました。何も命令していないのに、タイトルや X と Y 軸のラベルも書いてあります。曖昧なたった一行の命令だったのに、きれいな標準正規分布のグラフが出来上がりました。簡単なプログラムであれば一からプログラミングする必要はありません。チャット GPT、すごいね。ところで、この女子高校生は、チャット GPT を開発した同じ組織、OpenAI のダルイ2で、AI 人工合成した架空の人です。ただダルイ2に日本の笑顔の女子高校生の写真を出してと入力しただけです。すごい時代になったわ。高精度なチャット AI、チャット GPT は2022年11月30日に発表されたばかりです。現在はまだエラーが出ることがありますが、これからの進化に期待しています。ワクワクするわ、チャット GPT。 ギュンギュンいくよ。わかりみサイエンス、チャンネル登録お願いします。またお会いしましょう。